し。水に映った宝物も。もしもし。もしもし。もしもし。聞こえますか？おはようございます。あのね、風邪やばい。風邪ひきすぎて、喉痛いし、鼻水出るし、やばいんだけど。間違った。おはようございます。多分ね、これが最終回になると思うんですよね。陰の章と陽の章をクリアしたので、真ん中、空音の章、最終章になるらしいので、これをやっていきたいなと思います。ちょっと鼻詰まりがひどくて、で、ちょっと喋るときに、咳込んだりするんですけど、お気になさらず、ちょっと楽しみましょう。ということで、やっていきます。挨拶していきますね。35歳、ハゲさん、知らぬいさん、ピアさん、一蘭さん、ペヤング浜田さん、19個目さん、27個目さん、いらっしゃい。やっぱり昼間と違って、あれですね、見てる人は多くなさそうですね。多分ね、これ一応延長放送になってるんだけど、延長放送になってるけどね、多分、あれですね、1時間ぐらいでクリアできちゃうかもしんないよ。31個目さんいらっしゃい。って書いてあった。なんかね、ラスボスとの戦闘ぐらいって書いてあった。じゃあやっていきますね。ちょっと終わります。だってもう、体調良くないから。じゃあこれで、まあ気ままに放送ですよ。あ、続きですね、本当に。34分さえ走る。陰の章と陽の章の主人公がここであって、とか言って見つからなそうじゃない。好きですね、怖いのが大好き。何これ、ムキムキマンだ、ムキムキマン。やばい、ちょっとね、本当に体調良くないわ。南より妖かしの匂いを感じます。確かに匂うな。あやつはそこにおるのか。おそらくは。かっこいい。下方に落ちた屋敷で
下道に落ちた術師が。聖さんいらっしゃい。一体何をしておるのやら。どうも相も変わらず愉快な男よな。南だったな。行こうか前期後期。は、我が主生命様の命のままに。久遠の将って安倍の生命なんだね。じゃあこの人安倍の生、あ、なんかすごい、ちょっと待って、なんかすごいの持ってる。ゴフ最初からなんか呪符がすごいのが揃ってるんじゃない。これほらほらほら、前期強力無比な攻撃を放つ、豪壮なる前期を呼び出す。すげえ、すごい強そうなの持ってるじゃん。でも解除もったいないから解除して、ラスボス専用に。一応ホラーゲームですね。42個目さん、おはよう、いらっしゃい。ホラーゲームですね。主に主に代わり攻撃を受け止める強靭なる語気を呼び出す。へえ、すごい。武器はこれなんだろう、これ神の槍、後手竜王の加護を受けた人相、毛量を神変のごとく切り裂く。ハーケンさん47個目、さいらさん、いや変わってますよ。わしの体調が悪くなりました。体調が非常に良くなる。そうやっていきましょう。安倍の生命かっこいい。安倍の生命かっこいいんだけど。やばーい。うん、女の子の安倍の生命ですね。50個目さえいらっしゃい。アイテムある、アイテム。ねえ、かっこいい。美人だし。自負よし、春秋だね。雲なんて使ったってしょうがないでしょ。ちょっとお茶飲んでいい？あったかいお茶にしてる。今日はちょっと ぬるめのお茶にしてる。体調悪いから。さすがにお酒飲まないよ、ここまで体調悪かったら。もう強い。強いんだけど。安倍の生命めっちゃ強い。安倍の生命強すぎるね。やばーい。血じゃなくて。めっちゃ強いんだけど。ちょっと待ってね。ないね、これしかないのか。雲なんて使ったってもうしょうがないね、こんなだったら。もう物理攻撃で十分だわ。安倍の生命って、春秋。春秋らっていうの？春秋でしょ、春秋。壁一面に狂ったように血文字が書き殴られている。赤い宴ももうおしまい、もう誰もおらぬ、もう何も見えぬ。式紙で壁一面に狂った、赤い宴もうおしまい、もう誰もおらぬ、もう同じことがずっと書いてある。あれ、なんかこれいけないじゃん、これ以上いけない。ここ女が息絶えてる。
あ、なにこれ、行く方向も限られるんだ。こっちは。うん、そう、安倍の生命によって愛化してる。体調悪いならちゃんと休みなよ。まあ。でも、まあ、睡眠時間は取ったから大丈夫、いつもより。だって昨日10時、違う、12時ぐらいに寝たのか。ああ、結局4時間ぐらいしか寝てないね。もうそういう体になっちゃった。あんまり睡眠時間取らないね。うん。いつもまあそんなもんだからね。歴史上の人物の女体化はこの頃もうあったかね。女体化されてるわ。みんな大好きでしょ、こういうの。みんなこういうの好きでしょ。とりあえず全部回っていこうかなと思います。南の方かとか書いてあったけど、アイテムがある可能性もあるので、はーい、大丈夫。宗教された体、一日に13時間ほとんど寝てるさ。柳生十兵衛も織田信長も女体化いたしな。女体化がいたの。へえ、知らない。あ、なんかある。うん、微妙なやつしかないね。開かないね。まあ一応歴史の人物が女体化するの多いな。それを見て男の人たちが喜んでるの。なんかちょっとエッチなやつ。いやーって聞こえた今。見れた死体が転がってる。なんか何もアイテムないね。おお、黒特番。ああ、なんか映画でありましたね。トッシーと皇居にはガチの陰陽師。へえ、そうなんだ。私見たことないね、男版の文句。あ、上杉謙信は女だった説があるんですよ。へえ、そうなんだ。へえ、かっこいいね。なんか女の子でそこまで強い、歴史に名が刻んである、なんていうのあれがいるとか、武将がいるとか、かっこいいね。ちょっと待ってね、セーブしたいんだけど、ちょっと待ってね、セーブ用のアイテム持ってたっけ。持ってる、3つ持ってる。セーブしたかったけど、まあいいか、後でしましょうか。なんか火とか来た。あ、いてた。あ、そうなんだ。女武将で有名なのは成田郊外。え、わしわかんない、その人。
った回。知らない。知らない。あ、わかんないわ、おし。だね。割といますね、敵。さすがに最終章だからか。関東圏のマイナー。歴史オタクが集まるのぞ。本当だね。すごいね、みんなでも。よく知ってるね。痛い。ちょっと待って、死ぬ。前に行く、後に行く、全国の救急に乗り継ぐ。どこせっていう、群馬県あたり。一時死ぬこともないだろう。そんなのいるんだ。だね。小大名の嫁さんとか死んでるね。左に右には逆光。 HP どうだろう。いや、低くないけど食らいすぎちゃったね。2匹の攻撃食らってたからね今。天さんいらっしゃい。アイテムないね。何それ。キュアキュー、なんちゃら、ラトリアの亡者。そんな声だったっけ。へえ、そうなんだ。そういう人がいるんだ。何もなかったね、今の部屋。入った意味あったのかな。で、何もなくて、お前らいつもダメなのに今は白色だな。褒められてるよみんな。よかったね。あ、ここ行けない。こっちは。ごめんね、ちょっと風が悪化しちゃって咳込むし、鼻は詰まるし、鼻水出るし、熱もね少し上がっちゃったんだよね。日野富子って誰？何の人？こっちから聞こえるけど、こっちに行こう。ちょっととりあえずアイテム、熱はね今朝起きてからは測ってないんだけど、昨日の夜寝る前は7度8分、そこまで上がらなかったね。8度以上まではいかなかったけど7度8分でしたね。日野富子は応仁の乱の原因を作った。いや、そうなんだ。あ、そうか、立花銀次を知ってる知ってる。立花の銀次を知ってる。あれだよね、なんだ、ちょっとエアコンつけるね。なんだっけ、117コムさんいらっしゃい。あそこにいる人、立花の銀次なんだっけ。あれ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 、名前が出ない。
あの戦国無双に出てきて、ね、なんか雷属性が最初からついてる人でしょ。あの人強かったわ。全体攻撃が最初からついてるからすごいやりやすかったね。雷神なんだ。へえ。雷神をま、あの祀ってる家系ってこと。すごいね。ちゃんとしてるんだね。131組さんいらっしゃい。雷属性ってそのゲームだと、なんか、その戦国無双、三国無双だと、全体攻撃するんですよ。なんか全体に、なんか飛び散るんですよ。雷が、ピャーって。だから、すごい、やりやすかった。131組さんいらっしゃい。一応無双シリーズも一通り6までは全部やってるから、匂うな。へえ。このクワからか。下半身不正で戦った。へえ。釘穴か。五行相国権穀木、桑の正気を金の木で沈めたと見える。抜け落ちた釘。さーて、いずこにあるものやら。安倍の生命。腰に乗って指揮取った。え、どういうこと？腰に乗ってってどういうこと？桑の木は強い呪力を秘めておる。あやつらは意志を持った生き物なのだ。人などよりもずっと長生き。長く生き、そして人などよりもずっと咲し。用が済んだ後は、なんこれ、檻を見て、あの双子は封じ直さねばなるまい。通ずる術はいくつかあるが、どの方法を用いたものか。燃やせばたちまちに滅することができるが、死んでしまっては再び使うことができぬ。やはり、締め縄か、あるいは風魔の釘を用いて生きたまま封じてやるのがよかろう。ただし、あやつらの呪力を考えると、釘が一本では通じぬだろうが、だが、何にせよ、双子など取るに足らぬ存在だ。呪法のための道具に過ぎぬ。わしに、こう教える存在は、この世にあの女しかおらぬわ。アメの生命の。あ、みこしのこと？あー、そういうことね。おみこしのみこしのことね。え、腰って書いてあったから、え、腰と思って。大谷さん？へぇ、歴史詳しいね。ああ、真田昌幸。真田ね。真田さんはあんまり使い勝手良くなかったな。カズちゃんいらっしゃい。
熱下がったから、下がってないと思いますね。悪化してますね今のとこ。熱つつありがとうございます。真田幸村のパパね。そんなに強かったんだ、真田幸村のパパって。病状は悪化して喉が痛い、咳が出る。サクさんいらっしゃい。今最終章の安倍の生命です。そうなんだ。じゃあなんで死んじゃったの？家康よりも強かったならなんで死んじゃったの？風邪薬ね。でも今ご飯食べてないから、戦では強いけど頭が悪かったってこと？要は武力に長けてるけど、世を治めるほどの器ではなかったってことですか？709、ウグイス平安か。何それ、攻略に長けてる。へぇ、あーそういうことなの。あーなるほどね。あーそういうことね。あー分かった分かった。あ、でも俺、ちょっと、考えを変えたら、考え方を変えたら、あれってことだよね。歴史が変わってた可能性があるってことだよね。三の風がかかってて開かない。これ最終章です。184コミさんいらっしゃいって言ったか。なんかこの、なんか今のこの放送の感じ、この歴史の感じ、すっすごいオメガちゃん喜びそう。ちょっと待ってね。ちょっとオメガちゃんに、ちょっと連絡していい？歴史の話がすごいんだけど、混ざるって。ちょっとオメガちゃんに。ちょっと待ってね。メガちゃん、あ、失敗してない、大丈夫。あのね、チケットがをいただいたので、チケットを持った状態で、何、延長すると延長ミスが起こるバグなんで大丈夫です。今戦国の、国の話で盛り上がってるけど、来る？よいしょ。ちょっと待ってね。待ってんな。はい。じゃあやりましょう。安倍シロシさんいらっしゃい。オメガちゃんは私がすごい仲いい、お友達の生主さんなんだけど、ギターがすごい上手で、ゲーム音楽を
放送で、即興で弾いてくれる人。なんか、この曲って、このゲームしか弾いてくれないからね。この曲お願いって言うと、ああ、あれね、あるかな、思い出せるかな、あ、わかった、ベン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 って弾いてくれる。かわいいよ。女の子です。216個目さんいらっしゃい。アクトレさん今、あれですね、まあ、仕事というか、ちょっと、用があって、沖縄の方に行ってますね。風やばいよ。アクトレさんとどっちが仲いい？どっちがとか言われると困るけど、オメガちゃんとは長いからね。オメガちゃんとはだいぶ前から知り合いですよ。びっくりしたわ。エアコンが暴れた。エアコンが暴れたからちょっとびっくりしたわ。めっちゃびっくりした。アクトリさんはダークソウルのつながりで仲良くなった、放送主さんです。仲良しですよ。アクトリさんも女の子だよ。女子に良い犬って何？アクトリさんはベロチューが生まれ、何ベロチューしたの？やばい、鼻水やばい、マジで。アクトリさんもダークソウルの放送回ってて、で、なんかたまたまたどり着きましたね。で、コメントしたら、あなた知ってますみたいな感じで。知ってる人だーみたいな。言ってくれはって、で、そこから仲良くなりました。241コムさんいらっしゃい。みんな戦国の武将はなんか好きそうだったけど、三国はどうなの？三国志とかはどうなの？私あんまり詳しくないけど、私の知識ってどっちかって言ったら、その三国無双、戦国無双の中、カラーだから。やられてる。やられちゃってるんだけど、昨夜。物の毛か。我はこの天帝の使うところの均等を必実。盆上の刀にあらず。あ、義援強いね。これ百連の刀なり。一下しせば、なんぞ鬼の柱ぞ。今足跡どうまんだ。ん？あやつの手のものか。あやつは、どうまんはどうした？死は、あの男は、我ら弟子を逃げとし、下法を唱えようと。あ、ドーマンの弟子なんだ。洞窟のうちに下法の逃げとなった、うつきという娘がおるはず。どうか、そのものを。約束はできぬが、まあ、心に留めておこう。
なんとか生き残らせてほしいな、せっかく主人公サクヤが。やはり2本では足らぬか。もう1本必要なんだね。あ、ドーマンの弟子、ドーマンの弟子なのに、あだかじ、え、じゃあ、え、ドーマンの弟子で、で、ウツキとクレハはドーマンの娘なんだ。なんか難しいね。くら、やばい、暗すぎて見えない、暗すぎて見えないんだけど、ちょっと待って、暗すぎて見えない、待って待って、これどこ行けばいいの。初代バイオハザードみたいな感じだね。え、ちょっと待って、何もないんだけど。え？巨人墓地だね。あ、オメガちゃん、オメガちゃん来た。あのね、オメガちゃんに歴史の話題を振ったら、もうね、もうね、すごいいっぱい知識出てくるよ。そう、クオンだよ、クオン。さっきね、真田幸村のパパの、真田正幸の話をしてたんだよ。あ、それ気になるね。あとはゲーム音楽の話題を振ってあげたら、もうすごい知識が飛び出すから、聞いてて楽しいよ。いや、なんか歴史上最強の武将は真田昌幸だっていう話が出てて、あ、そうなんだから、あれあれ、話が広がってたんですよ。おやめなさい。誰これ。良き式だな。去る方にいただき、大事に持っていたのですが、あ、これがうつき最後の一枚となってしまいました。ああ、そなたがうつきか。アシアドーマンの下法に練りまくったって何？粘りまくったか。今はあの歌声も小さくなり落ち着いております。ドーマンの父の望み通り。すまてね、ムービーだから。私の身はもはや人外のもの、命あるものを求め体が乾いてしようがないのです。血肉を目にしただけで、あ、やば、鼻水やばい。死人どもにも火をつけてしまいました。あ、ごめん、マイクに咳しちゃった。クワを封じれば良さそうだ。運が良ければ間に合うかもしれない。まあ、釘がなくては拉致が開かぬわな。私、釘がなくては拉致が開かぬ。ここで朽ちるつもりです。それはそなたの勝手だが、実の娘まで逃げとするなどはさすがに戯れが過ぎると思わんか。安倍の生命かっこいい。滅するはよいか。女の子なのにかっこいいね。あ、本田忠勝ってあれだよね、
あの戦国無双ではもう最強だったよね。なんかボス戦で出てきたなんか呂布みたいな感じで、すごい戦いにくかった覚えがある。もはや幾縛も持たぬ身なれど。288コムさんいらっしゃい。不思議と何やら落ち着いた心地がいたします。死ぬ間際だから落ち着いちゃってるのかな。庭の花勝負の世話ができぬようになるのが少し心残りですけれど。あ、新しいのに出るの。ほら語れじゃないわ。こっちに、どっち、待って、地図がないからどっちに行っていいのか分かんない。毛利元就の謀略の人ということは、謀略の人って言ってもいい。長良川の戦い、全然ついていけないけど面白い時。6、最長6時かな。さすがに体調も良くないので寝ます。あの双子は、2本の桑の木は果たしてイズコから来たものなのか。我らの、ちょっと待って、めっちゃ暑いんだけど、なんで、ちょっと待ってね、暖房ついてるんちゃうこれ。めっちゃ暑かったわ。スタッフさんいらっしゃい。よいしょ、ちょっと待ってね。すいません、よいしょ、オッケー。じゃあ行きます。我らの大使の先祖がどこかで見つけ持ち帰ったものであるそうだが、これに似たクワをわしは目にしたことがない。東国か、あるいは南蛮からでも流れてきたもんやもしれぬ。かつて常福とかいう男が不老不死にを求め東国より渡ってきたことがあったというが、いつの世もどの国にも愚かな者がいるようだ。不老不死など幻想に過ぎぬ。知る知ぬる体であるからこそ面白いのではないか。血肉と魂を削り合う仇敵との戦い、それに勝る優越などこの世にあろうものか。優越でいいの、読めなかったけど漢字。旧敵って読むの。あ、そうなの。あだ敵かと思った。暖房やばかったわ。暑いはずだよね。なんかね、安倍の生命の話、これ主人公が今第3章の最終章の安倍の生命なんで、なんか安倍の生命はいつの時代だっけから始まったんだっけ、わかんない。なんでそうなったんだろう。女子はさんいらっしゃい。
永久秀で分かんないわし、歴史そこまで詳しくないんだよね。そこまでっていうか全く知らないわ。アップしているようですって、春明春明、それさ、そう聞いてよ聞いてよ。あのね、これ文章出てくるじゃん、あの書物、書物出てくるじゃないですか。で読んでたら、あのドーマンの日記を読んでたら、なんかね、雨の生命、あの生命早く来いみたいなのがあって、そこがね、安倍のって書いてなかったから、もし普通に流れで春秋なんちゃらかんたらって呼んじゃって、でリスナーさんたちが春秋ってなんだよみたいな、春秋って誰だよみたいになって、面白かったよね。あ、ちょっと待って。いやね、もう安倍の生命は、現代の世界になったら、安倍春明さんだよ。普通にいそうじゃない？あ、そうなんだ。赤い水が満たされ、その上にいくつもの、片白船が並ん浮かんでいる。汚れを払うために流したものがここに集まってきているよ。これなんか前回読んだような気がする。こっちでいいのかな。あ、いけないぞ。難しい。前の道なんせ。信玄はどちらかというと、某はあくまで戦略の一杯目。ってことでこと。難しいね。これわかるんだろうな、歴史好きな人たちに。からしたら。武田信玄は戦略家なの？なんか勝手なイメージだと、武田信玄はなんかバーって走ってってプシュプシュっていう感じがする。あ、風魔の釘が9つもある。なんかその頭も良かったの、武田信玄って。なんかすごい体の大きいおっちゃんみたいな勝手な妄想だと。あ、スエゾーさんいらっしゃい。眉より取れる絹糸は魔性の力が、凝集されたものであり、様々な呪法に用いることができる。まず、風としての使い道がある。呪力を込めた絹糸で封をすれば、いかな怪力の持ち主でも開くことはできぬだろう。それ以外には糸を使って式神を操る呪法もある。身の内に絹糸を通して作った奇遇ならば、簡単な命を下しただけで、あとは自らで考えて動くことができるだろう。あの女の肉と皮から式人形を作り、意のままに操るのも良いな。そう、アシアドーマンも実際に存在した人なんですか？安倍の生命はいたんでしょう？ドーマン生命って何？あ、いたんだ。え？
悪い人だったの。このゲームだとアシアドーマーはなんか悪の、あれ、安倍の生命のライバルなんだ。なんかこれで見たら安倍の生命はいい人、アシアドーマーは悪みたいな感じだけど、実際どうなの？アシアドーマーは悪だったの。寝返ったというか、裏の道に行っちゃったみたいな感じ。この津風魔の釘見つけたからこれ戻れってことかな。じゃあ戻りますね。地図はないんだね。本当にこの中ってもうなかった、何もないか。道ないか。じゃあ戻るのかな。安倍の春明も実在する。安倍春明っていそうじゃない。アルツハイマーは当時でもあった。びっくりした、わしのことを言ったのかと思った。アルツアルツってよく言われるからね。記憶がなさすぎて、なんか若年性アルツハイマーかよみたいな。そう、あのね、ネットで安倍の生命調べてたら、なんか書く人によって安倍の生命の生命の生、生の字がなんか清いっていう漢字が書いてある時あるんだけど、実際春と清どっちなの？どっちもありえるの？春秋の春、晴れるが正解なんですか？明智光秀は南光坊天海、誰だよ。奄美、わかんない、読み方もわかんない。アルツじゃないわ。目の生命の武器、これなんだろう。人相って書いてあったけど、神の槍って書いてあったよ。明智光秀は死んだっていう説もあるけど、実はなんだっけ、豊臣秀吉の家臣として、なんだっけ、名前を変えて側近として活躍したっていう歴史上のなんていうの、可能性もありますよっていう話が聞いたことある。それがその人ってことですか？ボスだよね、これ。天界じゃないの？アイマスって何？
スボスです。演説ありがとうございます。この前ができぬと思うておれば。まあ、鼻水やばい。無の仕業か生命。しばらく姿を見ぬうちに闇に見入られたか、ドーマ。生命、うぬの血肉からならば良き眉が取れるであろう。今で言ったら、その当時の100歳って200歳ぐらいだよね。ここで果てよ。倍ぐらいだもんね。不穏の煮えとなるがいい。あ、これでラスボスが始まれた。音楽もラスボスっぽいね。デーンって始まったね。ここは蹴散らずに行きますね。前期。前期と、氷の技を使っていこう。OK。よし。弱かった。して俺は、うぬに手が届いた。え、ラスボス弱い。谷口さんいらっしゃる。第二形態になる。第二形態になる。ラスボスじゃなかった。ラスボスじゃなかった。もったいない。5期使っちゃった。やばい、もったいない。一番強いのどんどん使っちゃったんだけど。まあいっか。で、どっちに行ったらいいのこれ。ラスボスだと思う。ねえ、勘違いしちゃうよ。あ、大丈夫。あのね、チケットいただいてるんで延長バグ起こります。ただ延長は成功してるんで大丈夫です。うん、大丈夫だよ。
これ一応ダークソウル、デモンズソウルのメーカーが作ってて。やめろ、うつき、やめるのだ。アクション性がすごい高くて面白いです。ホラー性もあってすごい楽しい。遅かったか。これで上がり。新しきコアがネブ構造。我らが冷静すぎるよね。黙れ。さて、気は進むが。9回目の構成。まあ、仕方あるまい。お待ちください。この娘は屋敷から出たこともなく父親に裏切られ、このまま死ぬのはあまりに哀れ。こんな血まみれで。スズラから何が生まれるかは分からぬのだぞ。それでもこの気持ちの人は安倍の生命、安倍の生命によって愛か。強情な娘だな。かっこいい。分かったが、これを持つがよい。なんだそれ。これは、ああ、ただの気休めさ。ではな。え、嘘、こっちが戦うの？嘘でしょ？え、やめてよ、こんな血まみれで。安倍の生命行かないで。あれ、終わっちゃった。あれ、終わっちゃったよ。え、終わっちゃったんだけど。やっぱりラスボスだったんじゃない。どうした、早く。え、ラスボスだったんじゃない。え、ラスボスだったじゃん。あ、え、あ、これが、え、ボソッと。あれ、あれ、え、え、え、ちっちゃくなってる。私、お外に出るの初めて。あ、ああ、そういうことか。新しく生まれたじゃないですか。生まれ変わったの、あの、うつきが。いろんなところを見て歩こう。それで、そう。一番気に入ったところに住もう。な。わかんない。だから、では、行こう。新しく生まれ変わったけど、この犬は式神。新しく生まれ変わったけど、だから何かあったら、風魔の釘で殺せよってことで終わったんだ。アメの生命が、釘をよこしてくれたんだ。あ、それはもともとあったよ。それはもともとあったけど、え、これで何、全クリ？あれ、あ、でもクリアだよね。春秋どっか行っちゃったね。あ、フロムだから何、周回ゲーなの？周回ゲーなのこれ。水に映った宝ゴロム。あ、まあまあ、でもまあクリアしたんで。いや、わかんない。まあ、それはちょっとまあ、調べますけど。
とりあえずクリアしたんで、ありがとうございました。無事クリアでーす。ということで、クオンは、この、今日のこの放送で終わりとなりまーす。ありがとうございました。お疲れ様です。で、ね、消化不良なんだけど、まあ、もしなんか真のエンディングとかがあったら、そこまで進めて、で、そこだけみんなで一緒に見ましょう。じゃあ、次回やる、ゲームの、ちょっとアンケートというか、真夏のホラーゲー祭りということで、何個かタイトル上げさせてもらってます。で、順番だけちょっとみんなで決めていこうかなと思ってて、それをアンケート取りたいなと思ってます。何のタイトルをやってるかは、わしのブログを見てくれれば、わかると思います。ちょっと待ってね。そうだね、順に。今のところ2タイトルクリアということです。ちょっと待ってね。ちょっと待ってください。よいしょ。ここに詳細が書かれてるので、よかったら読んでみてください。今のところ、じゃあ、あと、ちょっと書いていきますね。次何やるか。誰が受け付けたんだろうね。次何やる。ちょっと待ってね。チョコメの人はいないね。今引きそう。ちょっと待ってね。暑いから肝を冷やしたかったね。そうなのかな。よいしょ。間引きそう。プレステ3ね。と、サイレントヒル4。ちょっと待ってね。と、あと、これ。デッドリープリモニション。説明していきますね。まず、今引きそうというゲームですけど、これ、プレイステ3のゲームになります。多分サウンドノベルだと思うんだけど、フルボイスっぽくて、ま、なんかかつてあった、かまいたちの夜みたいな感じなのかなーと思ってるんだけど、ちょっとわかんない。次、サイレントヒル4。これはみんな知ってると思うけど、サイレントヒルの続編。プレイステ2ですね、これ。これ、まあ、内容はちょっとわかんないけど、やっていきたいなと思う。で、最後、デッドリープレムニッションって、これは、海外のゲームで、完全英語版です。2013年度の、最も怖いホラー、海外サイトが選ぶ最も怖いホラーの第10位にランクインしてるゲームになります。内容は、なんかね、エクソシストに近い感じだと思います。現代版のエクソシストっていう感じだと思う。いや、でもね、気持ち悪さはすごいありましたね。これプレイステ3のゲームなんですけど、面白いんじゃないかなと思って買いました。ちなみに1位はアウトラスト。2位が、2位が何だったっけ？何だっけ？あれ、わしが持ってるやつ。2位何だったっけ？アムネジア。アムネジア2続編になりますね。1位は、バンになるから、あと、プレステ3じゃやれないんですよ。パソコンゲームだから。あ、536個目さんいらっしゃい。
ということで、ま、なんか、あんまり説明できなかったけど、ちょっと選んでください。そうだね。いいですか？あと20秒で開票しますね。みんな知ってる？多分デッドレプレムニッションの方は多分みんな知らないと思うんですよ。日本では発売してないし、知らない人がすごい多いと思うんで、まあ私も知らんかったけど、まあその、なんだろう、紹介画面を見てなんかすごい面白そうだなと思ったから。画面はでもすごい荒そうですね。映像自体はプレステ2かよみたいな荒さだったので、作り込みはされてないのかもしれないけど。さあ行きますよ。結果行きます。ドーン。あ、サイレントヒルが多いので、サイレントヒルをやっていきたいと思いまーすですね。ということで静岡4を次からやっていきまーす。モン吉さん536個目さんいらっしゃい。ということで今日はここで終わりたいと思いまーす。ありがとうございました。ちょっと体調を治してから、早く治してやりたいなと思います。はーい。あ、そうなんだ。あ、さっきのがエンディングで他にないんだ。なるほど。でも面白かったね、クオンも。デッドリープロファイル。あ、わかんない。ということで、お疲れ様です。バイバイ。またね、バイバーイ。あ、良い、おやすみでしょ、みんな。良いおやすみをお過ごしください。バイバーイ。お疲れ様でした。お相手は私でした。バイバーイ。